さんが霊界で起こるね。そうです、そうです。どっちかはいかんってやっぱりダメは思いますけどね。ロラしません。レアだな。ロラしないです。クルメイト、あれ、ナイス、ナイスです。はい、ナイス。ちゃんちゃん、ダメです。うん、じゃあ焦ります。あ、そんなに。そうだよ、厳しいな。いや、だってせっかくボタンを押した人に対してダメですはダメでしょう。いや、そんなですか。こんな滞在を、あー、もらってんな、一票。一票。なんか恨み買ってますね。もらった、ね。めっちゃ淡々と進んでんな。空気がない。うん、ない。あれ、エンジンからか、配線。そうしたらハイブリ。早っ。じゃあこれはボタンを押した方がいいね。ちょっとこれゲームを上げていいか。素晴らしい。ナイス。最高。最高っす、これ。タクオさん、これ生きてる？あ、生きてる。あれ、今回は生きてます。生きてた。あ、よかった。うん、あ、1リセットしたかったんでね。はい、いや、ナイスボタン。ありがとうございます。インポスター思考や。すごくいいボタン。ありがとうございます。インポスター思考なのか？タスクがもうないんですもん、周囲に。ああ。そっか。うん。そんな悩むのは今。アーカイブからか。このね、タスクしてる時の音とか、脚立の音とか、すごい大事なんで。結構、このゲーム音重要です。はいはい。あれ？エンジンとあの、はいはい、メインのつなぎ目みたいなところで死んでましたね。え？直近結構な人数とすれ違ったよ。多分結構前、直近だと思っていて、ハイブリーがアーカイブでラウンジのとのところから慎太郎くんが出てくるのを視認してます。やばいや、ちょっと後で話します。一番直近にすれ違ったのがスナパイさんなんですけど、すれ違ったんかな、はい、僕あのメインホールのゴミ箱のところから降りてきたぐらいで、多分右から左に抜ける影とかすった気がする。もうあの順番で言うと高田さん、スナパイさんの順番ですれ違ったというふうに記憶しておるんですが、
普通にもう見える位置に死体があるんですか。もう本当にど真ん中、絶対に通り道のところになるところにあるんで、たとえ停電になってても絶対分かるような場所ではあったと思います。はいはい。ゲンさん、なんか言うことってあります？めちゃめちゃあります。私メインからエンジンに行って宿舎前通路行って、ミーティングの端っこ登る途中ぐらいで終わってるんですけど、メインのね、どういったらいいかな、ポチってやるタスク、メインの左下のあの、はいはいはい、ベントのあることで、あのポチってやるタスクを慎太郎さんがしてるのを置いた状態で私エンジンに行ってます。うんうん、なので移動距離的にも本当に直近だと思います。5秒以内。僕はゲンさんと慎太郎さんがなんか並んで、ね、メインからエンジン方面に向かった気がしたんで、ゲンさんのことめちゃくちゃ黒く見てます。ああ、はいはい、そう見えちゃいます、ね、まあでも停電もあったし。富士宮ってシャワーから抜けてアーカイブ側に行ったような気がするんだけど、はい、それってどういう経路？僕はメインの除染をやってて、その時にお前おじさんが、まあ、除染タスクの部屋に来て、まあ、列にそうなった、うん、見ました。シャワーから左抜けてっていう感じです。でも藤宮くんとすれ違ったのって5秒前以上前だったら、あんまり藤宮くんは関係ないんじゃない、うん、スナパイさんおかげんさん、そのゲンさんの直近っていうのを信用するなら、僕はスナパイさんの怪しいんじゃないかなと思っちゃうんだけどな。僕でもゲンさんじゃなくてなんだ、メインシャワー側から来てますよ。あ、そうなんですか。はい。ただね、ちょっと思うのが、そんなキルするかっていうところ。そんな通路ど真ん中キルしますかって思うんだよな。はい。でも現普通に容疑者なんで押します。何言いたかったかっていうと、まあ、さっきも言いましたけど、私ミーティングのはしご登って終わってるんですよ。なんで、はい、カン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 って音最後皆さん聞いてません？それで私がミーティングまで到達できしたってことはお伝えしたいんですけど。どうやったっけ、覚えてねー。わー、いや、なんか聞いたような聞いてないような、聞いてるような、なんかね、停電中やったから停電直すタイミング、停電の方に気が入ってたのは確かなのよね。一つ聞きたいんですけど、ゲンさんが別れたのって何秒、5秒前でいいんですかね。はい、さっき説明した通りです。メインの左下のポチってあるタスクの前に慎太郎さん置いていきました。ちなみにその手前は慎太郎さんゴミ箱タスクの方に行かれてて、ちょっと慎太郎さんの動きが怪しいなって思ったんで、ベント入るんじゃないかなと思ってチラ見したのは事実です。でそれを多分竹雄さんが見ていて一緒に並走しているように見えたんじゃないかなって思います。ただ僕ちょっと黒目に見てるって言ったんだけど、はい、ゲンさんじゃないような気がしてる点が今あって、うん、そんな結構な 2,3 人に死にされてると思ったんですよね、その、うん、並んでる状況、うんうんうん、で通路のど真ん中でキルしたら間違いなくゲンさん疑われるから、うん、そんなキルすんのかなって、うん、その思っちゃったね。それでおまおじさんがそのツナパイさんとすれ違ったっていうのは何秒前ぐらいなんですか。マジキンキンす今みたいな、あ、すれ違いざまに見つけたぐらいの勢いです。あ、本当に 2,3 秒ぐらい、死体のそばってこと。 僕左から右に走ってないですよね。エンジンメインのあのつなぎ目のところで僕は見つけてるんですけど、もうエンジンの、はい、メインの左側でもなんならもうっていうレベルです。昨日ゲンさんに投票した人を教えてもらっていいですか。スナッパイ、あ、足を入れました。はい、僕はスナッパイさんに入れました。あ、じゃあ、すいません、おまおじさん視点はそのゲンさんの証言を聞いてもスナッパイさんの方が怪しいっていう視点なんですね。僕というよりゲンさんが後出しで慎太郎さんと直前まで言いましたっていう必要あんのかなって思っちゃうから。なるほど、なるほど、ね、だからそれはどっちかっていうと、なんなら信じたいような発言ではあるっていうふうに感じ。容疑者広げる言い方になっちゃうんですけど、他の可能性は大丈夫ですか。追わなくて、あ、スナッパイさん釣っちゃうんですね。マジか、全然喋ってない、投票しなかった俺。これはローラーで絶対お願いします、ね、それはどうかな。なんかスナパイさんの方が黒く見えちゃったんだよな、ゲンさんよりも。これバー上げさせて、バー上げさせて、やだ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 、ありがとう、いいよ。あれ、あらあらあら、あ、慎太郎君は死んでたのか、そういうふうに。
ゲンさんまで落とすいで。え、ちょっと、ゲンさんじゃなくて、これって対抗位置っておまおじさんじゃない、うん、そうだと思う。おまおじ。マジっすか。だってゲンさんだった場合って、スナパイさんはゲンさんを見てるはずになるんじゃない、スナパイさんはゲンさんが怪しいって言って、ゲンさんに投票してるので。あ、そうか。ゲンさんとのえ、でも、いや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 、そうです。言われてみればそうです。あの、ゲンさんがスナパイさん見たっていう証言がない以上は僕っすね、確かに言われてみれば。スナパイさん釣った以上は、ローラーするんなら僕っすね。確かに。な気がしますけど。言われてみりゃ。おまじさんってシャワー、あれと除染タスクしてたじゃないですか。はい。それを僕、視認してるんで、慎太郎さんが、カチッてやるタスクしてるんだったら、まあ、抜けてるのかなっていう気もするんで、まあ、ロラーするんだったら、ゲンさんでいいんじゃないかなって思ってます。あ、マジ大丈夫ですよね。私、なんか、これで確定戦1連れてる星は、原始点では、まだないんで。原産視点だとない。はい。一応、スキップ2票を洗いますか。すみません、僕は投票しないと、スキップ俺が入れてると思う。多分、多分、ね。ゲンも1票入れてます。投票なしです、僕。すみません。あのお肉位置的にエンジンルームですよね。だったらベントキルとかは考えなくていいですか。それがないんだったら多分私とかおまじさんまで消しきれば1は釣れるかなっていうのは思うんですけど、ツナパイさんがスレッあの慎太郎さんを見てないからおまおじさんもないんじゃないって思っちゃったんだけど、だって慎太郎くん、え、死体の方からスナパイさんが来てるのをおまおじさんが見てるってわけですよね。そう、あの順番で言ったら高田さんの後にスナパイさんが来て、はい、で僕がもう一瞬通過してしまうんじゃないかぐらいのレベルで近いところで、おまおじさんも怪しいってなるなら一旦スキップで様子見してもいいのかなと思います。だとしたらスナパイさんから慎太郎くんの目撃証言とか出るはずじゃない、生きてたとか。停電だからそれは。あ、そっか、停電なのか、うん、そうだよ。なるほどな、確かに。どうしましょうか、スキップでも大丈夫。まあでも、現在スキップしました。スナパイさんが霊界で怒るね。そうです、そうです。どっちかはいかんとやっぱりダメは思いますけどね。ローラーしません。レアだな。ローラーしないです。パーフェクト。ミーティングに。ナイスボタン。ナイス。最高。まあローラーするにしても何にしてもちょうどいいかなと思いました。素晴らしい。もう待ってくれてましたボタンのところで。まあどっちにしてももともとタスクがあったんで、上には自分もタスク終わらせてっていう感じで待ってました。そっか、でも停電中だとしたらゲンさんも一応容疑者には入っちゃうのか。自分で言うのかなって思っ、まあでもそうかな。おじだろやったの。いや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 、それまあでもね、それ言うなら高田さんっすよ。高田さんそれ言うなら高田さん。だってあのスナッパーさんと結構キンキンっすからね。高田スナッパーみたいな感じで通過してたんで目の前。スナッパーさんがもしインポスターでもインポスター軸の相方位置が分からへんし、おまおじさんがインポスターだったらほぼほぼゲンさんが相方位置だろうからって思っちゃってるんやけど、まあ確かに。ただ俺は結構おまおじさんのゲンさんかわい方の論にちょっと響いてしまったのよね。まああのやっぱりまだ亡くなってる人数も一人ってことで、ここまでのボタン結構詰まってきてるんで、今日はローラーで僕かなっていうふうには。おまおじさん、いやちょっと待って、はい、っおまおじさんどうやって俺が見えたの。いや、普通に見えました。すれ違いの時に見えましたよ。俺、シャワーからさ、最後エレキに入ってんの。いや僕は、あのだから、除染の方のシャワーをやって、下ってすぐに見えて、その後、立ちどころにスナパイさんが見えて、死体という順番でした。ここで俺が見えたの、それ。どこで、まあ、その、出てすぐですかね、そのシャワーのところ、あの、除染シャワーのところ。出て、今日釣らないですよね。俺はスキップ入れようと思ってますけど、スキップ入れた見ました。
俺しゃ、うん、はい、何、あ、すみません、高田さんは慎太郎くん見えてないんですか？見えてない。あ、なるほど。俺はシャワーからエレキの階段降りたところで終わりだったから、うんうんうん、え、終わりだよ俺そこで。いや、見えたのは間違いなく見ましたよ。タスクも終わります。俺ももうすぐです。全処します。なんかつる流れで話したのがちょっと消せなかったの今。何それっていう感じだった。えって、まあ急いだキルをするしかないですよ。インポスターも通報ボタン押しながら歩きます。金庫室でメイヤーさんが亡くなられていました。はい、でカメラで高田さんが切っているのを見ました、はい、おでかい。いやこれはやばい。ゲンさんがセキュリティでずっとカメラ見てるのを見ています。これはやばいわ。やばいですか？これはやばい。これはちょっと やばいやばいやばい。これはやばいよ。おまおじ、えこれはやばい。俺ですか？あ、やばいやばい。これやばいよ。失った失った、いろいろ語彙力がなくなった。語彙力がやばいやばいこれ。あーやばいわこれ。やばい。もう具体性がゼロなんだよ。いやでもどうやろ、残り一人がだからどうなんていう。やば、どうなの。なんかパイさんと高田さんとかなんさん、ゲンさんがないと思う。さすがにここ二人は、これさすがにゲンさんが違ったから、うん、もうまあまあ次の1キル考える方がいいんじゃない。おまおじさんが対抗になっちゃうし、結局そう、俺を考え、俺ってボタン残ってたっけな。やばい、おまおじさんが対抗してた場合は先輩さんが見てるんじゃないですか、高田さん。うん、うん、まあ、こんな気がするような位置やと思うんですけど、うん、いや多分高田さんと先輩さんの匂いはないっすよ。ないっすか？本当にキンキンなんで2人とすれ違ったのってだったらゲンさんになっちゃいますけど、ゲンさんは高田さんを今釣ってるので、なので、うん、多分次のターン俺になる未来が。やばいやばいやばいって。だからおまじ、これはほんまにやばい。高田さんやばいしか言わん。やば、いや本当にナパイさんと高田さんで終わりじゃないんですか、俺もなんか それもワンチャンありそうな気もしつつ、いやで、でもそんな近いところで2人固まった上に結構周りに人がいたところで人殺すかなっていう。うわ、やばい。停電なんで、そう、停電やからごちゃごちゃしてる中で切ったっていうのは考えられるかな、うん、でおまおじさんまでダブルキルしようと思ったら先にレポートされたとか。やば。いやでもそれにしそれやったら多分高田さんスイッチさんに僕切ってると思うんですよね。いや、しかも、いやまあどっちか可能性がある。うん、まあまあとりあえずあの明日来てから僕の勝負。やばい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 、うわやばいって思うぜこれ。どっちとでしょ、どう打ってるか分かんない。何がどうやばい、やばいやばい、終わりそう。終わりでしょ。いやいや終わったっすか。です、終わるよね。それどう、やばいなこれは。やばいこれはやばい、これはやばい。いやーやばかったわ、これはやばいわ。2人ともすれ違ったけど2人ともっていうパターンありか。展望で見た高田さんが金庫で 見えた瞬間もうびっくりしちゃったもん、ね、展望にいたやもんな。いたいたいた、うん、聞いた瞬間、あ、カメラついてて終わった。そうカメラついてるよなと思って。さすが絶望だったわ。